皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は筑波にあるサイバーラインスタジオに来ています。なんと普通のショッピングモールの中に、なんかこういう謎の機械たちがいっぱいあって、めちゃくちゃ入った瞬間本当に驚きました。ちょっと、このスタジオの見学と、あと春っていうんですけど、春の体験ができるそうなので体験していきたいと思います。春を体験できるロボケアセンターは全国に14カ所あります。こちらのまず説明をしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらのスタジオは、サイバーラインスタジオといいまして、イーアスつくばっていう商業施設の中に入っています。このスタジオを運営しているのが、サイバーラインっていう会社なんですけども、サイバーラインで開発しているのがこの春になります。これ春の最大の特徴っていうのが、その動作原理、どうやって動くかっていうことなんですけど、普通こういうロボットをつけると誰か第三者がパソコンでコントロールしたり、もしくはなんかこうオートのボタンがあって、じゃあ歩くってボタンを押すとガチャガチャ歩けるっていう、そんなイメージがあると思うんですけど、この春はそうではなくて、装着している本人の動作意思を読み取って動く装置です。ここが他とは大きく異なると思います。もう少し説明すると、まずは体を動かそうとすると動作を指令する信号が脳から神経を通って筋肉へと伝達されます。春は信号を皮膚の表面に貼ったセンサーでキャッチし、体の一部のように意思に沿った動作を実現します。意思に沿った動作を繰り返すことで、やがて春がなくても体が自由に動かせるようになる可能性があるそうです。はい、こちらがね、下肢タイプって言われるですね。このマネキンのように足に装着して歩行の練習とかをしていくような形になります。はい、この方ですね、ドイツでの映像なんですけど、雪下ろしの際に屋根から転落してしまって脊髄損傷で追われた方です。これ春のセンターに来て初日の映像です。歩行器を使ってなんとか歩けてるかなという。でこれが春をつけて初日の映像です。歩けてはいるんですけど、まだ姿勢なんかね、ちょっと前かがみになってまだぎこちなさが残っています。だいぶこうスムーズに足の運びも良くなってますし、姿勢もだいぶ整って、でこの方春を外して歩いてました。最初歩行器でやっと歩いてた方がこんな感じで機能の改善が図られている。これは腰につけるタイプで、はい、例えばこの黒いやつは重たいものを持つ作業をする人の腰にかかる負担を軽減するタイプですね。一番手前の白いやつは、介護事業所とかで介護士さんたちが身体介護、異常とかそういう身体介護する時の腰の負担を減らす。で真ん中のものは少し足腰の弱っていた高齢者の方だったりとか、一般の方もそうですけども、これをつけてこう、運動をして、いろんなプログラムをやって、機能の改善を少し図っていきましょう。そういったためのものです。はい、こちらのプログラムは、健康増進のプログラムとして、中高年の方を対象に、健常の方ですけども皆さんね、こういうふうなグループでプログラムに取り組んでいらっしゃいます。3つね、ちょっと見た目一緒なんですけど、色違い、色違い、色違いじゃなくて一応ね、用途に少し差があるような形になっています。はい、こちらが春の短関節って言われるものです。小型なコンパクトなものなので、いろんな部位につけて、プログラムを実施することができます。では実際に春が動くところとか、動かす感じで、まこさんに体験していただこうと思います。はい、でこちらにお願いします。ロボケアセンターは全国に14カ所あります。
ニューロハルフィットというハルをはじめとする先進技術を用いて人の脳神経、筋系機能改善を促す新しいプログラムを提供しています。従来リハビリで効果を感じなくなっている利用者でもさらなる改善が見込め、身体機能改善を実感することで気持ちの変化も期待されているそうです。いよいよ体験をしていきます。まず腰タイプを体験するために腰に電極を貼っていきます。ごめんなさいね、手がもう冷たいんですよ。分かんないんで。ここら辺は分かります。分かります。ここら辺ぐらいから。そうですね、はい、分かりました。対象者としては私のような脊損患者だけでなく、脳卒中やあと他に脊髄障害がある方、まあ、高齢により足腰の筋肉が弱まった方や腰痛持ちの方などが対象になります。期待できる効果としては以下のような項目が挙げられます。こんな感じで春の腰タイプを装着していきます。ちなみに体幹が効かないとこのように前にちょっとでも倒れていくと、もうそのまま倒れていきます。またこれはまだ春が作動してないのですが、このように起き上がることもできません。以上、OK です。前後だけでなく左右も同様に維持していることが難しいです。じゃあ今度は左も。左の方がいける。お、すごい。すごい、すごい、すごい。おっと。あー、OK。 左の方がいけますね。春の電源を入れ、このように春に信号を送ることによって、起き上がると同時に春がサポートをしてくれます。じゃあ、もう右にいいですか？10回いきます。なるべく手では押さないように腰から起き上がるような意識でやっています。そう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 、あのさっきより全然こう前前前前、そう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 、はい、1と89、そうそうそう、10、 OK です。今度は立ち上がる意識、お尻を上げるという意識を春に伝えています。そう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 、いいですよ、いいですよ。動作は合ってますか？あ、動作合ってます。数回繰り返したらある変化が起こってきました。いいね、いいね。あと2回、せーので、よいしょ。あ、すごい、すごい、すごい、いけな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 い、上げてくれたんじゃなくて、やばい、いけない、いけない、取った、岸さん、ちゃんと。すごい、すごい、すごい、せーので、全然上がらなかったのに急に上がり始めたんです。一回切ります。はい、いいですよ、ゆっくりどうぞ、支えてるんで。はい、よいしょ。すごい、すごい、立ったね。すごい、すごい、立った、立った、すごい、すごい、いけましたね。早いな、若いから早いですね。でいや、すごい、いけましたね、ゆっくり。その感覚がついに入ってくるかなと思って。すごい、ちょっと感動した。すごい。いや、こっちもびっくりしました。みんなと思ったら立った。すごい。一度だけでなくその後もいいですよ、せーので。そう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 、いいですよ、大丈夫、大丈夫。お、形勢が入ったね。一回止めます。はい、どうぞ。もうやるたびに立てるようになりました。おー、おー、すごいね。
はい、今度はね、ケースが重くなるんで、あ、確かにね、ケースが重くなるんで、慣れてきた、慣れてきた、はる腰タイプを在宅で続け、身体機能が劇的に改善した一人がこの坂口亮太郎くんです。亮太郎くんは2歳の時に交通事故に遭い、胸椎2番を損傷し、胸から下が完全麻痺となりました。私より損傷部位が高いので、やはり同様に倒れたら起き上がることはできません。じゃあちょっといいよ、普通に腕でいきましょうか。しかし春を続けていったことにより、すごいすごいすごい、少しずつ状態を起こせるようになったり、座位を保つことができたり、今ではボールを上から投げることもできます。実は坂口くんは車椅子テニスのジュニア王者にもなったことがあります。テニスのパフォーマンスを上げるためにプログラムを行っていたりもしたんですが、それと同時に排泄コントロールもできるようになったということでした。春の腰タイプはこのようにアスリートのパフォーマンス向上にも活用されていて、野球の前田健太選手などもトレーニングに取り入れているそうです。今回体験をしてみて、私も春を在宅で行ってみることにしました。個人向けのレンタルも今後開始するそうなので、気になる方はぜひロボケアセンターまでお問い合わせください。左足で後ろからちょっとサポートに行きます。はい、右足、はい、左足、そうそうそう、はい、右足、はい、左足、